こんにちは、琴の葉あかねです。琴の葉葵です。前回からだいぶ経ったけど、今回はどんな作品を見てきたの？今回は何を聞いてくれだよ。タイトルからじゃどんな作品かわからないね。月刊アフタヌーンで連載中の作品で、2020年にアニメ化、ドラマもあったみたいだね。それはどんな作品なの？スープカレー屋で働いてる子だ。ミナレは職場で流れているラジオから自分の声が聞こえてくることに気づいたんだ。ミナレはラジオもやってるんだね。いや、本人にはそんな覚えがなくて、なんで声が流れてるのかといろいろ思い出していると、以前飲み屋で近くに座っていた男性に愚痴を言っていたことがあったんだ。で、その男性がラジオ局の人で、ミナレの超絶なトークを録音しててラジオで流したってわけ。勝手に使われてるじゃん。でもそれをきっかけに深夜帯のラジオのパーソナリティに選ばれて、日常が変化していくんだよ。ちなみにどんな口を話してたの？25で失恋はきついですよねって話。ミナレは大概のことなら5日で吹っ切れるんだけど、5日目が一番ひどくて、ラジオ局の男性マトウカネツグにベラベラと口を話したんだよ。それだけミナレのトークが上手だったってことなのかな。作中でミナレは一般人でありながらもトークの勢いが凄まじく、その勢いとかまずにつらつらと話す姿は常人のそれとは比較にならない。でもスープカレー屋で働いている普通の女性であることも変わらないから、お店では素直に営業戦略の話とかして店長に怒られたりするんだよね。トークスキル以外は案外普通な感じなんだね。サバサバとしてて勢いでなんとかなる部分もあるけど、優秀ってわけじゃないからね。じゃあ次は内容にも少し触れていくよ。アニメ制覇の道。スープカレー屋で働いていると、店内で流しているラジオから自分の声が聞こえ、ミナレはラジオ局に突撃。スタジオに入ると、昨日の男性がそこにいた。勝手に流されている録音音声を消すため、ブース内に入ると、的は止めるからには自分で話せと、生放送のラジオでいきなりミナレへアドリブトークを指示する。ラジオでは3秒沈黙が続くと、放送事故、8秒で俺の首が飛ぶと言って、プレッシャーを与えつつも1分だけ時間を与えるんだ。いや、かなり無茶でしょ。そこでミナレのトークスキルが炸裂するよ。1分間に録音された音声のことについて話し、自分の間違っていた点を話したり、童貞素人とは思えないトークを披露した際も、元彼の光雄に対し血の果てまで追いかけて殺すと言ったよ。怖っ。というかラジオって殺すとか言っていいの？言葉遣いとしてはあまりいいものじゃないけど、芸人の漫才やコント、それにラジオ番組でも案外使われてはいるね。特定の人種や状態の人を蔑視する言葉はもちろん禁止用語になるけど、ぶっ飛ばすとか殴るぞとかをもっと過剰にした表現みたいなもんだから、番組の放送時間や雰囲気次第では特段問題はないみたい。あくまで禁止じゃないってだけで、いっぱい使っていいわけじゃないけど。へえ、なんかこのアニメ見てるとラジオのことが少し詳しくなりそうだね。それはあるね。ミナレはこの後目立ってしまって、スープカレー屋の店長からクビにされるんだけど、新しく入った人と店長は交通事故で負傷。その穴埋めとして一旦復帰。その間にもミナレの冠番組が決まる。展開早くない？途中でいろいろとあるんだけど、とりあえず置いといて、その番組は土深夜の3時30分音楽を垂れ流すサウンドハイタイドという番組の枠を使うんだ。深夜だけど早朝よりだね。そこで最初に行われたのが架空実況。何それ、リアル風なラジオドラマなんだって。かつて1938年にはオーソン・ウェールズというアメリカの映画監督で脚本家によってイギリスの小説家ハーバード・ジョージ・ウェルズの宇宙戦争を脚色し朗読したんだ。でもフィクションであることの提示が甘かったせいか、一部でパニックが起きたんだって。ネットが広まってる今ならすぐにわかるけど、38年ってアメリカじゃまだテレビ放送が始まってない時期だよね。パニックにもなるよね。でも話題性が高いでしょ。それを逆に利用してサウンドハイタイドが突如ミナレの架空実況に切り替わる。さっき話した光雄の一件から着想を得て、彼氏を殺した女性の語りとして始まる。うわ、深夜でそんな話聞いたら怖いね。でも本当に電波ジャックというか放送事故に思われない。まあその架空実況のオチに宇宙人が出てきたりして、一応宇宙戦争のパロディって伝わるようにはしてたよ。それでも本当に事故だと思われた部分もあるけど、ここからミナレのラジオパーソナリティとしての物語が始まる。じゃあこのアニメではラジオパーソナリティとはラジオとはみたいな感じの作品なんだね。そういうところもあるけど、カレー屋で一緒に働いてる中原や居候させてもらってる家の主の、ラジオ局で働いてる瑞穂、それにディレクターの的、店長の車にぶつかった男性の妹マキエ、ミナレの周りの人たちの物語もあるよ。アニメは12話でボリュームとしては少ないんだけど、個人的には結構好きな作品なんだよね。テンポのいい会話、好みは分かれるだろうけど、シュールなギャグ、いくつもの作品名が出てきてクスッと笑っちゃったり、子供が見て喜ぶタイプの作品じゃないことは確かで、漫画的アニメ的でありながらもドラマ的なストーリーでありながら、演出はしっかりアニメとして見れる。逆にあのハイテンションかつテンポのいいミナレのトークはドラマよりもアニメの方が見やすいんじゃないかな。結構好評だね。でも12話ってことはオチはどこに向かうの？一人前になるには短いし、雰囲気的に適
的なものがあるって感じもない気が。確かに明確にスッキリするような劇的な終わりはない。でも青春で成長する子供たちとは違う、大人たちの成長と変化、そしてミナレ自身の成長がオチになるよ。リスナーから応募された企画を読み上げている最中に地震が発生して北海道の広範囲で停電。ここのラジオ局は自家発電のおかげで放送はできているけど、今放送してるのはミナレ魔導たちのおかげで情報やマニュアル対応はできているけど、ミナレはさすがに自分じゃ力不足だと思い、ちゃんとした人にやってもらうように言ったけど、魔導は電波を止めるな、いつまで素人面してるんだとミナレへ伝える。ミナレは覚悟を決めてそのままラジオを続けた。以前はカホモの兄のせいで自分で物事を決められなかったマキエがスープカレー屋で働き、中原と関わって変化していき、炊き出しを提案する。中原もそれに賛同し共にカレー屋へ、店長も了承し、マキエの兄も妹の姿を見て何かを思う。ミナレの父親はミナレの不安を解消するためかペンネームを使い、不器用にもメールを送ったり、地震で目覚めた人たちは寂しさと不安をミナレのラジオで紛らわし、いろんな人たちへと電波が届く。最後はラジオ1本かスープカレー屋で働くかというはっきりとしたオチはないんだけど、1クールでスッキリ終わった感じはあるよ。大人の成長と変化か。ファンタジーや SF じゃないのにそういうのを見れるのってあまり多くないよね。大人も不器用で大人だからこその自分の悪い点も見えてくる。でもそう簡単に変化はできない。アニメの中ではまだミナレもめちゃくちゃ大きく成長したわけじゃないけど、確実に何かが変わった。ラジオの魅力や人間関係、ミナレのトーク、私は結構ハマったね。でもミナレの声というかあまりにもテンポよくスピーディーに話すからかなり好みは分かれるのも確かだね。繊細というよりは勢い重視な感じかな。でもどうしてこの作品を見ようと思ったの？これを見たのは放送してる時だったんだけど、正直ファンタジーとか SF にちょっと疲れてた時でね。それで現実を舞台にした作品でかつ複雑じゃない作品を探してた時に出会ったんだよ。だから普段からファンタジーや SF が大好きで、そういう作品以外に興味がない人はあまり好きになれないと思う。ラジオっていうテーマもたくさんの人に受けるって感じじゃないもんね。私としてはラジオをテーマにしてくれたのは嬉しいよ。アニメのラジオとかよく聞いてるし、ラジオって不思議な魅力があると思うんだよ。作中でも言われるけど、パーソナリティとリスナーの距離感がテレビとかよりも近くて、芸人やアーティストがパーソナリティをするときにテレビで見せる姿とは違う。少し力の抜けた感じというか、自由にやっているところも魅力的だね。まあこのチャンネルでもラジオ的なことやってるしね。ライブでやれた一番いいんだけどね。うね、この作品のタイトル波を聞いてくれはミナレの番組のタイトルなんだよ。そこでタイトル回収ね。波ってのは電波のことだろうね。正直私も見るまではどんなアニメか全く想像できなかったけど、この動画を作るためにもう一度見返しても結構面白いと感じたよ。アニメ制覇の道、今更だけどちょっと拙い感想になっちゃったね。詳しくはなかったかな。まだ手探りなところがあるから情報が不十分で作品の魅力が伝わりづらかったかもしれない。でも基本的に好きな作品を紹介するというか、どほど変じゃない限り許容できちゃうところがあるから、みんなが好きなものは私も好きだし、みんながいまいちと思ってる作品でも私はある程度見れたりする。だから参考の一つ程度として見ていってほしいな。前回からかなり間が空いたけど、これから投稿頻度はどうする？できれば週4で、最低でも週1でやりたい。制覇なんてタイトルをつけてるけど、そんなんじゃ遅くない。見てはいるけど動画にするまでがね。だからこういう形式での紹介、感想の他にももう少しラフに紹介して感想を述べる場もあった方がいいかなって考えてる。具体的にどうするの？一つはショートでの紹介、今やってるやつね。それと別に通常の動画として何か出せるか計画してみる。投稿頻度が遅いと東方系動画で埋もれちゃうしね。では余談もあったけど、今回は波を聞いてくれの紹介と感想でした。次回もまた見てね。ご視聴ありがとうございました。現在ショートの方でもお姉ちゃんがやっている可愛すぎるマイナーキャラ、私がやっているチート能力を持つキャラを紹介しています。今後こちらで紹介する動画もショートで短くまとめるので、ぜひチャンネル登録をして待っててね。他にもこのチャンネルではつむぎたちが映画を紹介したり、霊夢とマリサが東方作品の紹介をしてるから、いろいろ楽しめるよ。見てほしい作品などあればぜひコメントしてください。どんなジャンルでも全然いいよ。では次回のアニメ制覇の道もよろしくお願いします。